こんにちは、ゆりかです。本日はワンキャリアさんにお邪魔して、多田さんと佐賀さんに ES 添削をしていただきます。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ワンキャリア多田くんぺいと言います。よろしくお願いします。僕は何をやってるかというと、ワンキャリアライブっていうところの責任者をやっていて、過去はキャリアアドバイザーとか企業さんへのコンサルティング営業をやったりとか、ボード教室メーカーの運営とか、そういったところをいろいろやっておりました。で、それを活かして今動画をやっているというような感じです。ワンキャリアの佐賀と言います。僕はもともとですね、 IT のメガベンチャーで働いていて、そこで人事新卒採用担当を数年やった後にワンキャリアに転職をしてきてます。転職してからはずっと多田と同じチームで上司部下関係で、そうなんですね、はい、やってます。まあ、同じ年でしょ。同じ年だね。上司見える師匠。入ってからはキャリアアドバイザーとかイベントの運営とかをやってたんですけども、コロナの影響もいろいろあったんで、今はワンキャリアライブっていったものの司会を担当してます。僕らの雑談から始まってもうたんで、どういう業界志望するのかとか教えてもらってもいいですか？今はまだ業界を絞れてなくて、 IT、コンサル、広告、人材だったり、そういった業界を見ています。幅広く見ているって感じですね。そうですね。いただいたエントリーシート、復習をしてもらってもいいですか？はい、じゃあ自己 PR から話させていただきます、はい、私は全てに妥協してません。及び平等っていった容易な表現ではなく、これまで全てに全力で取り組んできました。中高の部活動ではバスケットボール部に所属していたのですが、それぞれ各最終学年にはキャプテンとしてチームの勝利に貢献してきました。学校行事でも常にリーダーとして引っ張り、客祭で女団長として務めさせていただきました。学業をおろそかにすることもなく、200人くらいいる学年でトップの成績を出して学術奨励賞をいただきました。大学に入ってもバスケットボールとは違う新しい部活動に所属して、その一方で英語にもっと取り組みたいと思い、留学を昨年度経験しました。このように何事にも失敗を恐れず果敢に挑戦していきます。以上です。はい、バツで、ね、あ、丸だ、はい、いやちゃんと言わなあかんなと思ったので、バツをつけさせてもらったんですけど、はい、やっぱりアメダントやな、まあね。さっき志望業界を聞いて4つぐらい上げてもらったと思うんですよ。ある業界では0点だし、ある業界だとゴールだろうな。100% 落ちるのはコンサル。広告に関しては 50-50 ぐらいで落ちるんで、人材と IT は通ります。それぞれ何が違うのかってところをお話をすると、コンサルって何を求めてるかというと、目標があって、現状があって、それのギャップを埋めるためにどんな課題があって、それの原因って何で、それに対して解決策が何なのかってところを考えていく。これがコンサルの中では特に求められる。広告だと普通すぎる。自己 PR だ。興味を持ったことは失敗を恐れずに、とにかくまず行動してます。自分の言葉じゃないんですよ、これ。他の人の言っても通じる言葉になっちゃってる。自分らしい言葉を作っていくっていうのはすごく大事で、興味を持つ領域って人によって違うじゃないですか。失敗を恐れずに、とにかくまず行動してるっていうのも、逆に失敗を恐れずに行動した経験を抽出したら、どんな経験が多かったのかっていうのを書いた方が自分らしい言葉になるし、自己 PR だと自分の強みみたいなのを入れないといけないっていうのが定番じゃないですか、はい、自分の言葉だけじゃ難しければ、ストレングスファインダーとかいろんな自己分析ツールみたいなのがあるんで、はい、言葉を拾ってみて、これは自分で納得感のものを拾ってくるっていうのはありかな。なぜじゃあ IT と人材だったら通るのかみたいな話をすると、どこまでロジカルみたいなところを重要視する企業さんが少ないっていうのもありますね。どちらかというと、興味を持ったこと、失敗を恐れずに、とにかくまず行動することっていうのがすごく重要な領域だなと思っていて、変化が大きい産業だし、人材だったらその人に対して何が価値提供できるのかっていうところをまず自分で考えて行動することが必要。アピールしてるポイントが合ってるんで、あ、通るだろうなと思ったから、志望してる業界ごとに違うなと思ったんで、バツつけさせてもらった感じです。つまり僕全部喋った。厳しいな。僕の喋ることなくなります。僕が丸にしたのはフォースなっていうふうに思ったからですと、自己 PR って合否への影響は少ないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。これまでエントリーシート書いてきて、自己 PR だけのエントリーシートってありました？なかったです。ないですよね、はい、自己 PR って基本的に他の設問とセットになって一つ聞かれてるものだと思うんですよ。僕が人事やってる時も、自己 PR なんて何かいいこと書いてればいいなぐらいでしか僕は見てなかった。 IT のメガベンチャーの人事でこれぐらいで、大手だともうちょっとちゃんと見てるかもしれない。あんま見てない。嫌ですよね。ムカつきますよね。いわゆる競争率が高い難関企業とかだと、ちゃんとうちのビジネスモデルを分かっていて、うちが求めている人物像を分かっていて、それに対してアピールできてますかということを自己 PR の中で問うと思います、はい、合ってます。いや、ほんまにそうだと思う。だと思います。その企業の意図はって書いてあると思うんですけど、なんかおもろい深掘れるエピソードがあればいいなぐらい
からそもそも影響力は小さいです、はい、なのでこの内容であれば僕はどうする。エピソードめっちゃ詰まってて面接来たら面白い話聞けそうだなって思った。 IT 系のベンチャーとか人材系の企業とかって面接官がもしくは人事が選考の中でその学生を育成していけばいいやぐらい考えてきて多いんですよ。最初から完璧な回答とか ES の書き方とか面接の受け答えできなくても、まあ、選考の過程で人事がフォローしていってなんかちゃんと最終面接では役員に対して発表できるぐらいになればいいよねっていうふうに考える企業が多かった。エピソードは人事からは介入できないですよね。けど書き方とか話し方っていったものは変えられる部分なんでエピソードたくさん持っていて面接の中で面白いこと聞けそうだな、あじゃあ会ってみようになるからうまい。なるほど、ありがとうございます。ES って就活生が見る観点と人事が見る観点が全然違うんで、まあ人事が見てるのって合否をつけるための書類って見る目的が一つと、二つ目は面接の時に深掘りをするツールっていうこの二つ目の観点が結構就活生に受けがちなんで、コピペでパクるとかってよくツイッターで流れてるじゃないですか。あれは受かる人もいると思うんですけど、最終的に深掘りをする面接になった時に絶対に落ちるんで、二つ目の観点が抜けるから ES のコピペで出しちゃうわけです。人事が見てる観点として次の面接に備える書類なんだっていう観点でいくと自己 PR がいっぱい詰まってるから後で深掘りしてみよう、会ってみようって思ってもらえるから通る業界もあるし実装通らない業界もある。コンサルだったらドライな文章になるし広告だったらファニーな文章になるし、うん、IT とか人材だったらパッションな ES になる、ね、職種とか仕事の内容とかによって書き方も変わってくる。アナウンサーのエントリーシートとか見てほしいんだけど、はい、全員手が枠をいかにはみ出して自分をアピールするかっていうところにめちゃくちゃ力すごいです。はみ出していいんですか。はみ出していい枠にとらわれない文字通りすぎて面白いみたいな写真めちゃくちゃ貼りまくってみたいな、いかにイカペン使うとかモコモコするペン使うとかで、はい、自分をいかに出すか。本当に業界によって求められてる人物像が変わったら全部違うんですよ。違う違う。おすすめはベースラインドライな文章から温かみのある文章に変えていくっていうのがよくて、本当にもう端的に課題これ、原因これ、過激決断これ、結果これ、目標これ、現状これみたいなのが淡々パンパンと書いてある文章で、それって面白くないじゃないですか。文章コンサルとかだとそれの方が見やすいし分かりやすい。まずベースとして基礎としてあって、そこからなぜやったかというとっていうモチベーションとか自分の強みはこれでとかっていうのを付け加えていくわけですよ、ね、業界ごとに分けて ES を提出できるんじゃないかな。で、あとです、あとです私が学生時代に頑張ったことは大学でのチアリーディング部の活動です。その部は経験者の方がスポーツ推薦で入学する部活で、私はチアリーディング無経験者だったのですが、どこまで自分ができるのか興味を持って入部することを決意しました。経験者に追いつきたいという思いから日々の練習の合間とか自主練習をしたり、オフの日も返上して機械体操に行ってバク転やロン中などの練習をしたりしました。1年間続けた結果大会メンバーに選出されて大会に出場して全国大会の切符を勝ち取ることができました。私はこのように何事にも諦めず果敢にチャレンジしていきたいと思います。せーの、はいはい、だからごめんってなったよ何を主軸に伝えたいのかっていうのがちょっと分かんないな。いろいろ人間って難面性もあるからいいんですけど、はいはい、物事を書くときには一面性で伝えた方が人間は分かりやすい。だって会ったことないから ES って自分はこういう人間ですバチって言った方が分かりやすいんですよ。何を伝えたい。自分の一番自分の強みって思ってるのが負けず嫌いだと思って伝えたいかな。負けず嫌いか、はい、どう負けず嫌いですか。例えばチアの経験だったら経験者たちに追いつきたいし追い越したいって思ってそれに見合った努力をしてきたし、留学だと周りの学生たちのレベルが高すぎて焦って勉強すごい頑張って、はい、負けたくないっていう思いが強くて何かに行動できるので強みだと思って、うん、書いてるそうそうそう、分かんない。負けず嫌いでめちゃくちゃ頑張れる人なんです、うん、私っていうじゃないですか。それなんでなんって聞かれるじゃないですか。でもファクトってやるじゃないですか、はい、ファクト1、ファクト2を追加するわけですよ。何を主軸のエピソードとするかは自分が伝えたい内容はもう負けず嫌いで決まってるわけ。じゃあその主軸のエピソードとプラスそれとつながるエピソードを喋れば面接では受ける。この ES は一緒に受けている学生たちに依存するなっていう思いました。応募者数が多かったら落ちる。他に応募している学生が体育会系のような似たような経験でやり通している経験とかを書いてたりだとか、他の学生がどうかとかその企業の選考基準がどうかっていったところに結構依存する ES だなっていうふうに思いました。基本的に人事とか面接官っていったも
のはちょっと頑張っても自己投影しちゃうんですよ。自分の場合はどうだったかっていうのはやっぱバイアスがかかっちゃうんですよね、はいはい、大学4年間体育会で頑張った人からするとこれを是とすると自分の経験を否定するんですが、4年間やりきった自分がなんか間違った方向に4年間頑張った、はい、それは認めづらいので人間とすると、ただ大学4年間体育会やってるような面接官にすると、うん、みたいな感じになっちゃうから、うん、けど逆に合わなくないですか、うん、そういう話じゃん。なるほど。ちゃんと自分のエピソードを喋れていて、かつ自分のことを表現できていれば、落ちる、受かるっていう言葉って、落ちるが合わないし、受かるが合う会社になるんですよ。土台を整えることの方が大事で、自分はちゃんと喋れたし、自分のことも表現できた。だけど落ちた。じゃあ合わない。学生が勘違いしていることは、落ちるイコール自己否定だと思っているけど、そうじゃなくて、ちゃんと判断して、あなたはうちの会社では活躍できるかどうかはちょっとわからなかったので、他の会社で活躍できる環境を見つけてくださいっていう言葉だと思った方がいい。そんなにいいことは伝えてくれるか脱線です。脱線です。だから自分で解釈したら楽なんです。3人ぐらい味方つけた方がいいですよ。1人は自分のこと全く知らない人、これは何でかというと自分のことを全く知らない人に伝わるかっていうのを確かめるため、めちゃくちゃ何言いたいか分かんないって僕は初対面だから知らない人ですね、はい、2つ目はちゃんと的確なフィードバックをしてくれる人、それは内定者なのか分かんないしキャリアアドバイザーなのか分かんないけど、エントリーシートをちゃんと多く見てきていて、はい、構造であったりとかもっと分かりやすくするにはこうした方がいいよ、付け加えるんだったらこれ、外すんだったら要素としてはこれっていうのをちゃんと要素としてバラバラにして分解してフィードバックしてくれるっていうのを見つける、はい、3人目はちょっと ES とか熱とかじゃないんですけど、はい、ちょっと煽ってくれる人。煽るですか？こういう人かな。違う煽ってくる人って何かっていうと、はい、俺あのインターンに行ったんだよとかって言ってくる人いないですか、はい、ちょっと嫌だなって思います、はい、嫌だなと思うけど、そういう人がいると、うん、あのインターンとかこのインターンとかに参加してる人はやっぱりいるんだっていう事実をちゃんと受け止めれるから、はい、モチベーションを維持する上で結構大事なんですよね、うん、焦りって一番就活の中では厳選になりやすい。楽しさを見つける人もいるんだけど、焦りの方が圧倒的に大きいじゃないですか、内定取らないと、はい、だったらその焦りを限らせるような人とちょっと付き合ってみる、その3人衆も味方につけるといいんじゃないかなと僕は思いますけどね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日はワンキャリーの多田さんと佐賀さんにエントリーシートに関するフィードバックをいただきました。業界によって求めている像が違うっていうのが理解できて、違う ES を提出しようってすごく思いました。ワンキャリーが YouTube でやっている企業説明会であったりとかをアップロードしているチャンネルなので、ね、ぜひ見ていただければと思います。緊張してるんで僕が言っときました。本日はどうもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。